はい、レオンチャンネルです。仮面ライダーガブついに始まりましたね。そして第1話、もうこれ誰が見ても賛否両論にならない、面白かったよねっていう風な1話に仕上がっておりました。やっぱ最近は技術レベルに1話からちょっと引きが強くないと継続視聴してもらえないから、謎が張り巡らされてて2話以降も見よっかなっていう風になりますよね。あとは主人公いいね。ガブのキャラクターとか性格造形とビジュアルがめちゃくちゃマッチしてて、素面アクションもすごかったしね。そしてお菓子がモチーフの明るい作風に反してやっぱり設定はかなり重めっぽく、主人公も序盤でやばいのがさ、主人公はこの少年と出会うんだけど、人間じゃないでしょみたいな、お腹に実は口があるんだって、それ人間食べるのって言ったら、食べないよ俺はとか言ってさ、お前は食べないけど他の人は食べるのみたいな、そんな言い草だったし、まあ主人公はね、異世界から来たんだけど、よくある記憶喪失系かと思いきや記憶は全く失ってなくって、どういう理由か分かりませんが、とりあえず冒頭は逃亡シーンから始まり、そこからドアに落下することでそのドアが開いて人間界に落ちてきて、落ちながらここが母さんのいた世界って言って、要は人間とグラニュートのハーフってことだよね。その後少年に出会い、この子の秘密基地に向かう途中でトラックとぶつかるんだけど、そこでトラック側が壊れてショーマがピンピンしてて、この世界のものってこんなに弱いんだみたいな感じで、要はめちゃくちゃ頑丈なんでしょうね、変身前から。僕の一族はお腹に口があってね、ガブって言うんだよみたいな。どうやら主人公はこの追われる前にお母さんを闇がし化されたっぽい感じで、その時にお母さんを守れなかったトラウマがあって、で人間界に来てお菓子をもらってお菓子を食べたら自分のお腹から眷属が出てきて、要はご地蔵ね、俺にも眷属がいたんだって言って、あれだよね、1話の怪人もビジュアルは人間でしたがグラニュート関連の人物ってことなんだよね。そうだね、異世界の生命体グラニュートの一体で、闇返し創始者に人間を一プレスに変えて献上している。で見た目としては人間なんだけど、人間に擬態して人間界に紛れ込んでて、幸せな人間を見つけては闇がし化してグラニュートに献上してると。ストマック一族っていうのはこいつらね、来週から本格的に始動しそうだけど、一族でお菓子会社を経営してて人間を素材に闇菓子を作ってるっていう。あとやっぱり設定とかビジュアルも含めて、カラキラ2号ライダーのバレンの変身前がちょっと一文字早人っぽくって、服装も含めてあえて昭和っぽくしてあるんだよね。少年がまさかの今回ゲストキャラ扱いだったみたいで、海外出張してたお母さんが戻ってくるってことで、なんかお母さんに会いに行く途中で幸せな人間ってことで怪人に襲われるんだけど、そこで主人公のショーマが今なら戦えるかもしれないって言って、グミがイートグミイートグミって言って、要はご馳走がみんな僕を食べてみたいな、で口から食べようとしたらやめてみたいな感じで、お腹で食べてって言って、お腹で食べたら仮面ライダーガブに変身と。でも要は人間から見たらこのガブも怪人にしか見えないらしく、今回ガブっていうのは明確に怪人なんだよね。そういうところも面白かったな。だから主人公はお母さんを守れなかったトラウマがあって、人間界のお菓子で力を得たことで今後人を守っていくっていう風に決意した第1話だったよね。母親を守れなかったから目の前の幸せな人は守りたいみたいな理由が示されたのよかったな。主人公は一応逃亡者なので、もうこっちのグラニュート側には戻れないので、ただ何者かはまだね分かんないし、なんでお母さんがおそらく闇が視化されたんだけど、そういう風な目にあったのかも語られてませんので、人間界で今後ストマック家が送ってくる怪人たちと対決していくみたいな話の流れになるようですが、グミで変身とかどういう感じになっていくんだろうと思ったら、お菓子で強くなるっていう要素とか、人間界の食べ物を食べることで眷属ができるっていう特殊体質とか、あとは敵からもガブがお腹にあることは一族的に普通なんだけど、赤いガブがどうやら珍しいっぽいね。なのでガブっていうのは本来赤くないのかも。そして来週は新たな基地を得て、このギャル店長によって早速フォームチェンジ、それは出るよね。1、2話でどうやら主人公のショーマを描くみたいですね。バレンとかはその後になるようですが、ストマック家も早速じゃんじゃか絡んでくるようで、ショーマが人間界に来てから1週間、空腹で生き倒れてしまったショーマは一人の女性に拾われる。彼女の名はアマネ・サチカ。なんでもやハピパレのギャル社長か店長じゃなくって、ショーマはサチカに恩返しするためにハピパレの仕事を手伝うことに。ハピパレの初仕事にショーマが奮闘する裏で、グラニュート界では暗雲が立ち込める。
そっか、主人公は便利屋みたいなのを手伝う過程でいろんな人と出会って戦っていくわけね。グラニュート界の大手お菓子会社ストマック社、社長のランゴストマックを筆頭に闇菓子の製造に私腹を肥やしていたストマック家はある人物を追っていた。平和な日常は束の間、またしても幸せな人間を狙うグラニュートが現れ、再びショーマは戦いに身を投じてしまうと。僕が拾ったのは仮面ライダーでした。最初の頃はそんなコピーも候補でした。主役が異世界からやってくることは早くに決まり、拾われる犬系男子、それでちょっと可愛い感じなのか、次々にいろんな人に拾われていくとなりました。しばらくショーマの旅も続きそうです。第2話はギャル社長に拾われる。なぜヒロインがギャルなの？そのヒントは彼女の名前にあるかもしれません。アマネサチか、アマネちゃん、サチか、幸福に果実のか。第1話は見逃し配信もあるって、まあ、第1話っていうか本当にプロローグ的な感じだったね。拾い始め、なるほどね。一番最初に主人公拾うから拾い始めか。そして片桐さんちょこちょこ日朝出ますけど、仮面ライダーダブルに出演された時と同じメガネ。そうなんだ。ショーマの主人公の幼少期は相互の幼少期も演じてたってこと？さらにお母さんは、小上遥さんはバスターの奥さんか。忘れてはいけない存在、ご地蔵。声優の桜井浩樹さんと庄司あゆさんお二人でたくさんのご地蔵を分担、ジブリッシュデタラメ言葉で感情を表現していただきつつ、音響チームにお菓子の種類ごとのフィルターを施してもらうことでバリエーションを生み出しています。またご地蔵とは姿がかなり違いますが、ストマック系のエージェントの声も桜井さんと庄司さんにご担当いただいています。へー。キャラクターデザインについて、あ、こういうのを聞きたかった。早速なんか暴走隊みたいなやつがさ出てきてたから、グラニュート界という同じ世界に存在するものの体の仕組みや立場はそれぞれ異なるというところを強調するため、今回はデザイナー3名体制でデザインを組んでいただいております。今回で言うとグラニュートハウンドはケイスケさん、エージェントのマスクデザインが武藤さんか。武藤さんって言ったらウルトラマントリガーのヴィラン系だよね。ストマック系は、もう篠原さん、超大御所ですね。最近だとアナザーライダー系とかも篠原さんですよね。でもエージェントとご地蔵が声優さんが一緒ってことは、エージェントはストマック家の眷属ってことかな。そう、戦いながらグミが弾ける描写なんかも、まあこの辺も多分序盤ならではだと思いますけど、あとガブに関しては結構早い段階でメイキングなんかも公開されてて、杉原監督がすごいあったかそうなファーのコートを着てて、これ何月に撮影してんのみたいな。なんか聞くところによると3月ぐらいに撮影スタートがあったみたいで、この、そうそう、このファーコート、主人公の知念くんの誕生日が3月19だから、要はその時期から撮影してるってわけですよね。でショーマがグミを食べることでポッピングミを生み出してましたけど、そのお菓子が確か明日発売するんだよな。あとちょうど9月3日はグミの日で、僕の好きなラブライブのアクアのさメンバーの小林愛香さんが、愛ちゃんがさ、グミ協会の名誉会長だから、ガブと絡んでくんないかなと思ったら早速絡んでたから、ちょっと愛ちゃん何かしらの声やるか出演してほしいな。そして早速バンダイキャンディースタッフブログも更新され、明日発売するグミとかガブの騒動の詳しい情報が来てますね。クリアパーツ使ってんだよね、ちゃんと。9月23日発売で、そしてビリビリカット。近年はコストの理由もあり、パーツ数をできる限り削減する方針で、200個完成のアクションフィギュアの側面が強かったですが、今年は素体にアーマーを装着させて遊ぶ仕様に原点回帰、クリアナンシスパーツを使用したデザイン徹底再現。これでも上からさシールを貼っちゃうタイプになるから、一番いいのは塗ってあげるとそのシールで塞がっちゃうからさ。あ、でもまあグラデーションかかってんのか、シールも。あー、なるほど、全塗装も考えたんだ。なんか全体に色がぼやけてるで不採用になったようです。ガブはさ、ライダーキック前の足をクロスする謎ポーズが個人的に好きなんだけど、第1話再現ね。あー、まあ復活でガブガブレードを出現させて、肩甲撃からのライダーキックもやってましたね。キッキンご地蔵、これもクリアパーツで再現で、あ、そう、これこれこれで、ガブファーストキット、まあでも最近はこのファーストキットも一発出て終わりっすよね。でグミも、あ、何、グミキャンペーン、ご地蔵が当たる。ちょっとこれはまた
明日確認するわ。仮面ライダーチョコ、フィギュアが入ってたら大当たり。重さ変わるんじゃない、それだったら。あ、ニフォルメーションまた出るんすよね。明日めっちゃ食玩祭りなんだよな。仮面ライダーガブ、誰が見ても面白い第一話になってましたので、 YouTube で無料配信されているようですから、そのリンクを貼っております。以上、レオンチャンネルでした。全国のコンビニで買えるレオンチャンネル4発シールプリント版が発売されました。ファミリーマートは右下のボタンから e プリントサービス、ブロマイドアニメゲームからレオンチャンネルのバナーを押して、ガチャそしてシール紙を選んでくじを引くと。でセブンの場合はプリント、コンテンツプリント、 e プリントからブロマイドアニメゲームでガチャで L 版で、ここはねシールしないんで。セブンはローソンの場合は右の e プリントサービスからブロマイドアニメゲームでレオンチャンネルのバナーガチャでシールし選んでもらうとシールで排出されます。お金を入れると何が出てくるか。はい、シルエット君&レオンレッド。